熊城中と、阿波森熊城中は、熊本県熊群及び、人吉市で製造される、米城中。米城中の代表的な存在として知られ、国税庁による種類の地理的表示に1995年に登録された。地理的表示の対象となるためには、下記の要件がある。1970年以降は、白麹菌が主流だが、個性を打ち出すために、黒麹菌や、 気候時期を用いる場合もある。一時もろみで酵母を増殖させた後に蒸した米を加え、27から32度で10から15日発酵させて二時もろみを得る。二時もろみのアルコール度数は17から20度に達する。蒸留は減圧蒸留が主流であり、蒸圧蒸留や両者のブレンドなども行われる。米のまろやかな甘さと清涼感のある香味が特徴で、 蒸圧蒸留したものは米特有の香り、減圧蒸留したものは果実の香りがある。アルコール度数はかつては35度や40度と高めであったが、第二次世界大戦中から25度のものも作られるようになった。熊村を流れる熊川熊は人吉本地内に位置し、九州地方としては冬季の平均気温が低く寒暖差が大きい。また、秋から春にかけて、 霧の発生も多く、焼酎の貯蔵や低温での発酵に適している。熊川水系の軟水は、原料として米の甘みを引き立てるとともに、豊富な水量と優れた水質で、高い品質の米生産を支えている。米が豊富に得られることは、近世からの米上中生産にとっても大きな長所となった。マスで2号5尺を測って、ガラと呼ばれるカラガラのような手記に入れて、 自家火で看護し、酒きではなく、井口で飲むのが伝統的な飲み方であった。お湯割りにするケースもあり、冷蔵庫が普及すると、オンザロックで飲まれることも増えていった。熊剣をしながら飲むことも多く、一回戦につき10本勝負を行って1本ごとに、敗者はチョコで焼酎を飲み干す。 A62 年に小中に関する日本最古の記述がされた宗木札がある伊佐の氷山八幡神社は当時相良市の勢力下にあった。隣接する熊も江戸時代まで相良市の領地となっており、早くから小中の技術などがあったとみられる。技術の伝達経路は不明だが、泡盛に使うカラカラと酷似した柄という手記を用いるペニア、明治まで熊では小中を、 泡盛と呼んでいた点などから、大元は、琉球である可能性が示唆される。宝永7年の、準検使用体の覚書によると、焼酎の製造販売を許可された酒株を有する、蔵元が、人吉城下に18件大幡城付近の大幡村に2件それぞれあったという。焼酎の原料とする米は、熊全体で、年間345国のみと、 貴重なためサム作りの時期以外は雑穀を原料とし、価格は一升で一問目六分ほどだった。延長三年になると、人吉城下の蔵元のうち九軒が休業している。なお、焼酎の販売には酒株が必要とされたが、自家消費や祭礼用の製造は自由だった。文政十一年には、シーボルト台風の被害による米の不定を受けて、米城酎の製造が、 翌年まで禁止され、その後も、協作の度に、ハンガローの田代正則による禁令が出され、これが、天保十二年の竹山騒動の一因にもなったと、される。安政五年には、これらの流行を受けて、竜脳や小脳を焼酎に溶かして、体にすり込むと良いという解文が出された。1871年に酒株制度が廃止されると、熊の酒造業者は60件に急増した。 交通の発達に伴って、熊城中は、他地域にも流通するようになり、明治中期には、全国的な知名度が高くなっていった。諸見たれ具合の向上を目的として1913年頃から、玄米ではなく、白米を原料とするようになり、同時に二段仕込みが行われるようになった。その後、1923年には製造業者は53件。 年間生産量は1723キロリットルとなっている。1942年頃からは、鹿児島県と同様にもろみを一時、二時に分けて仕込むようになった。第二次世界大戦後、1945年から5年間は、米による焼酎作りが禁止され、この間は、さつまいもなどが原料とされた。一方、1940年頃から、 気候時金に変えて黒工事金。1950年頃からは白工事金が使用されるようになり、1970年頃にはほとんどの事業者が白工事金を使用するようになった。1973年に福岡県で開発された減圧上流機が熊で使用されるようになるとソフトな米上駐が作られて好評を博し、 1980年から1985年の5年間で、熊城中の生産量は2倍になっている。1990年代も、焼酎ブームに乗って、生産は1万3000キロリットルから2万キロリットルに増え、1995年には、種類の地理的表示ブランドとして登録された。21世紀に入って28件の蔵元が統一した。 ロゴマークを作成するなどブランド作りを進め、2006年には小中として初の地域団体商標を取得している。ありがとうございます。